こんにちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。本日は、初売りの購入品2つ目紹介したいと思います。初売り始まってますね。やっぱドキドキしますよね。ワクワクしますね。やっぱ服が好きですよね。っていうことで。2つ目買いました。今回はバッグを買いました。こちら。黒いの着てて黒いの見せてるからわかりにくい。こうですね。こちら。フィフスジェネラルストアとヤックパックのコラボレーションのバッグです。まあ、見ての通りですね、お店も言っちゃってるんですが、ベクスドジェネレーションというですね、90年代から2000年あたりにかけてすごく人気を博したイギリスのブランドがあるんですが、そちらの、まあ、リプロみたいな感じのものになってます。Y。ね、ヤックパックの Y です。ベクスドの場合、ここ V になってますね。まあ、ベクスドのレコードバッグの、リバイバルバージョンで、さらに使いやすくしたっていうのが、今回の、こちらのバッグになってます。ラージ、ミディアム、スモールとサイズがあったんですが、僕はミディアムをチョイスしました。11インチまで入るみたいなサイズ感らしくてですね、こう開いて、iPad Pro。スッと入るし、あと僕の使ってる折りたたみ傘、それも縦に入ったので、まあ、これが一番僕にとってはいいなということで、ミディアムサイズを購入しました。で、ベクストドヤックパックのコラボ、元ネタというか、そちらはこちら。元ネタっていうか、これもベクストバックからヤックパックコラボみたいな感じだったので、まあ、どっちかっていうと本家の方が、まあ、プレネついてたりするんですけど、レコードバッグなんで中にほとんど仕切りがなかったりしてですね、本家のやつ意外と僕は使いづらいんですよね。レコード入れないし、普通にバッグとして使うと結構使い勝手が良くはないんですよ。で、こちらはね、その点を改善してるというか、まあ普通に使うことを想定して作られてるんで、とても使いやすいんですよね。まあ、変更点いろいろあると思います。ヤックパックコラボの方の中身を知らないので、それが変わってるかどうかまでわからないんですが、本家ベクストの方は中に仕切りはほぼゼロでした。一箇所、フラップポケットがあるだけっていう感じだったんですけど、こちらは中を開けるとですね、片方、ここにマチを支える部分が、バカーンって倒れないようになっている部分が一箇所。そして、内側の仕切りがですね、ここに取り外しのできるポケットですね。アジャスター付きのポケットが一箇所と、ちょっと見えづらいです。ここにメッシュポケットが二箇所。そして、ドローコード付きの、まあ、巾着みたいな部分が一箇所。そして逆面、こちら側はメッシュの部分が一箇所っていう風に割と小分けになっていて使いやすいですね。で、まあファスナーも止水ファスナーを使っていて、で、表面生地もまあナイロンなので水には水だいぶ弾くんじゃないかなという感じです。ここに持ち手があったりね。で、さらに背面部分にですね、背面部分との接続部に、こういう仕切りがあるんですよ。で、ここは、中に EVA っぽい感じのパッドみたいなのが入ってるんで、こういうね、デバイス系はここが一番守られるんじゃないかなと思います。結構すっぽり入っちゃうんで、便利ですね。すべてファスナーは止水ファスナーを使われています。で、ここのね、ショルダーベルト部分が、だいぶ違うんですよ。こんな感じでしょ、言いますと、本家ベクスドの方は、ベルクロでバリバリバリって感じだったんですよ。あれはあれでね、可愛いんですけど、こっちはちょっとバックジャック的な感じになってて、ここをこう引っ張ると、フィットする。こんな感じで。こんな感じでフィットします。で、ここにトランシーバーみたいなポケットがついてて、この中に袋がね、入ってるんですけど、これ実はエコバッグなんですよ。こういうの嬉しいですよね。エコバッグ。今、スーパーとか行っても、袋が有料じゃないですか。で、お買い物行っても、たまにショップでもショッパー有料のところとかね、ありますよね。まあ、そんな時はですね、このヤックパックの
こういうエコバッグ、それこそさっきから iPad 何回も出しにしますけど、まあ iPad なんかも全然入っちゃうぐらいのサイズ感のこういうエコバッグがついてきます。でここのフロントのこういうトランシーバーみたいなねところなんですけど、ここは今ねスマホで撮ってるから試せないんですけど、iPhone mini がケースつけた状態でジャストぐらいでした。なのでMax とかは入らないかもしれないです。クラストルームの財布は入ります。このちっちゃいタイプのクラストルームの財布はここに入ります。そしてこうやった時にここにねファスナーが2つついてるから、こっちが縦でも別に使えるわけですよ。こうやって入って何か出すことができます。500円のペットボトルとかも全然縦にもちろん入りますし、折りたたみ傘も入るし、収納力は僕の中では日常使いではかなりちょうどいいサイズ感ですね。アークテリクスの僕のお気にミニバッグがあるんですけど、あれよりちょいデカぐらいがこのミディアムサイズになってます。で、このね、ちっちゃいところ。このちっちゃいところもポケットがありまして、こういうの可愛いですよね。こういうの僕すごい嬉しい。ここには、AirPods がすっぽりと入ります。こういうちっちゃいね、可愛いケースついてます。Y が逆になっちゃうんですけどね。はい。で、これをですね、まあ別にこっち側で持っててもいいとは思うんですよ。後ろにリュック背負ってるとかね。で、まあ、こっち側にしとくじゃないですか。それで、ここね、まあ、このベルトがベラベラするのが嫌だったら、まあ、何回かこう畳んで、この金具があるんで、この中に収納しちゃえばいいわけですよね。うん、こんな感じで畳んで収納できるんで、まあ、この辺もバックジャックと大体同じ感じです。で、これを緩めたいときは、ここに D 缶がついてますんで、これをこう緩めると、すぐに下ろすことができます。まあ、こんな感じで持ってでもいいか。まあ、これでもいいのかもしれません。ちょっとね、向こう側の狙いとは違うかもしれませんが、この辺で持っとくと、まあ、見やすいっすよね。視認性は高いよねっていう。まあ、これもね、サイズ感も非常に使いやすくて、エコバッグもついてきて、で、まあ、ナイロンで水弾くし、完全防水ってわけじゃないと思いますが、止水ファスナーもついていて、エコバッグもついてきて、で、かなり安いんですよ。1万ちょっと、1万2、3000円ぐらいとかで買えるので、なんかね、こう、普段使いにとってもいいんじゃないかなと思いました。僕は自宅と事務所の行ったり来たりとか、ちょっとした出かける時とかなんかにね、このバッグ、このサイズのバッグがすごいいいなと思ってたんで、これを買いました。ここのベルト部分にも、これね、ウェビングになってるんで、カラビナなんかをこの辺につけたりとか、なんかいろいろ工夫ができると思います。まあ、ここの部分の機構はこんな感じになってて、まあ、外すこともできるんですけど、まあ、外さないで全然使えるかなっていう感じになってます。まあ、収納力も申し分ないし、なんか素材も光沢感があって、なかなかテックっぽく使えるし、値段もとてもお手軽でいいんじゃないかなと思いました。僕は本家のベクスドのものより、まあ、普段使いはね、もちろん、しやすいなぁと思っています。本家の方はコーデュラだったりとかね、するんですけど、こっちはちょっと光沢があったりとか、うん。で、サイズが程よかったりとか、っていう感じなんで、割とこれはいいんじゃないかなと思います。購入したフィフスジェネラルストアさんのオンラインを一応載っけときますんで、割と数が少ないっぽいので、まあよかったら見てみてください。